フェニックス共同、米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が8月31日、フェニックスでのダイヤモンドバックス戦前にブルペンに入り、昨年9月の右肘手術以来初めて保守を座らせて投球練習を行った。10球を投げ、最速は92マイル、約148キロを計測した。30日の打席で右肘付近に投球を受けたが、 影響は全く感じさせなかった。来期からの投手復帰を目指す大谷は、今年3月から投球プログラムを再開。ジョジョ。